白ウサギ左、初登場時。スーツ姿で、懐中時計を見ている。右、宮廷裁判の布告役。片手に布告状を持ちながら、ラッパを吹いている。いずれも、ジョン・テニエルの挿絵。白ウサギは、ルイス・キャロルの児童小説、不思議の国のアリスに登場する、擬人化されたウサギのキャラクターである。物語の冒頭で、服を着て、人の言葉を発しながら、 アリスの目の前を横切っていき、彼の後を追っていくことによってアリスは不思議の国の世界へと迷い込むことになる。その後も物語を通してたびたびアリスの前に姿を見せる。不思議の国への導き手である白ギは象徴的なキャラクターとしてサブカルチャーにおいてもしばしば言及の対象となっている。白ギは物語の冒頭において直気を着た姿で登場する。 彼は取り出した時計を見つつ、大変だ、遅刻すると言いながら、アリスの目の前を横切って、ウサギ穴の中に飛び込んでいく。不思議に思ったアリスが彼を追ってその穴に飛び込むことによって、アリスは結果的に不思議の国の世界に誘われることになる。第2章では、ウサギ穴を通って、広間にたどり着いた、アリスの前を清掃に着替えた姿で通りかかる。 しかし不思議なケーキの効果で大きくなっていたアリスに呼びかけられて驚愕し手に持っていた革手袋と扇子を落としてしまう。続く第3章では落とした革手袋と扇子を探しに再びアリスの傍らにやってくるがこの時のセリフで彼が公爵夫人のもとに急いでいることがわかる。白ウサギはアリスを女中のメアリーアンと勘違いして 家へ行って革手袋と扇子を取ってくるように命じる。アリスは言われた通りに、白ウサギの家に行くが、その中で瓶に入った飲み物を飲んでしまい、部屋いっぱいに大きくなってしまって、外に出られなくなる。窓から出た巨大な手に驚いた白ウサギは、トカゲのビルを入り込ませて、アリスを追い出そうと格索するが、ビルはアリスに蹴り上げられて伸びてしまう。第8章では、 ハートの王と女王の客たちに混じって、周囲に愛嬌を振り巻きながら、姿を見せる。その後第10章及び、第11章の裁判の場面では、布告役を務め、タルトを盗んだというハートのジャックの罪状として、ハートの女王の歌を読み上げ、また、証拠物件としてナンセンスな詩を読み上げたり、裁判官役であるハートの王に目配せして、発言の誘導を行ったりする。キャロルは、 後年の舞台のアリスという文において、白ウサギの性格好きについて以下のように書いている。彼はアリスの同族として作られたのか、それとも対比を意として作られたのか。もちろん対比としてだ。アリスの若さ、勇敢さ、健康さそして目的に対する迷いのない、私は白ウサギはメガネをかけていると思う。その声はきっと震え声だろう。 そして膝はブルブル震えていて、課長に対して、ブーとも言えないような風采をしていることだろう。白ウサギのモデルと言われているヘンリー・アクランド。白ウサギのキャラクターは、オックスフォード大学の医学部教授ヘンリー・エントワース。アクランドがモデルになっていると言われている。皇太子とレオポルド王子の名誉医師であった。彼は、また、リデル家のかかりつけの医師でもあり、キャロルとも面識があった。 ヒゲを生やし、スマートな着こなしをする人物で、足早に歩く癖があったが、よく遅刻をしたという。また標本で溢れ返っていたその研究室は、ウサギ穴を落ちながら、アリスが見る瓶や毒薬が置かれた棚に反映されて、いるとも言われている。キャロルとアリス・リデルが遊んだ、オックスフォード大学、クライストチャーチの庭では、実際にウサギを見かけることも珍しくなく、 またウサギが穴に飛び込むような場面も驚くようなことではなかった。しかし、キャロル自身はあまり生身の動物には興味がなかったらしく、生きたウサギを観察してモデルとした可能性は低いと考えられる。作中の白ウサギの動物的な所作の側面については、キャロルの親しい友人で、不思議の国のアリスの出版に関しても助言を行っているジョージ・マクドナルドの ファンタステスに登場するウサギの描写も影響を与えていると見られる。ディズニーのアニメ映画、不思議の国のアリスでは、美顔鏡をかけ、巨大な海中時計を携えた姿で登場する。この時計は、狂ったお茶会で、帽子屋たちにバターやジャムを塗りたくられて壊されてしまう。遅刻だ、遅刻だという冒頭のセリフは短い歌になっている。声は、ビル・トンプソンが当てている。 ティム・バートン監督による2010年の本案映画アリス・イン・ワンダーランドでは白ウサギはニベンズ・マクトー・イスプという名が与えられ赤の女王の部下として登場する。しかし実は白の女王側のレジュスタンスの一員でありジョニー・デップが演じるマッドハッターからアリスを探す任務を受けている。この映画では白ウサギは CG であり声はマイケル・シーンが担当している。 ISBN4 から489から 00446X、ISBN978 から4から489004469、虫度 BN1143812、億区6億7403万9345、国立国会図書館書士 ID、00002350766 00、ISBN4 から309760937、 ISBN 978から4から309760933。NCDBA81698024。億区1億8019万6262。ISBN4 から 326652659.ISBN 978から4から 326652655.NCDBA5634 万5463。 くく6億区六億七千四百八十二万四千七百五十五、国立国会図書館書誌 ID 000003626743ありがとうございます。